歌舞伎市川團十郎さんファミリー気になる話スタートします。中村獅童さん、三歳児団夏希くん、生まれながら〇〇が欠損と告白で大号泣。中村獅童。歌舞伎俳優の中村獅童さんが都内で行われた歌舞伎座新会場10周年12月大歌舞伎第1部超歌舞伎パワードバイ NTT 今昔花比べ千本桜の取材会を行い、次男小川夏希くんについて生まれつき〇〇がないことを明かした。獅童さんは会見内で夏希くんについて、生まれながらに両手の小指が欠損しています。お腹にいる時は分からず、生まれてから初めて分かりました。手術を2回重ねましたと声を震わせ、涙を目に浮かべながら告白した。会見場に到着する直前まで公表するかどうか迷っていたというが、獅童さんは歌舞伎役者になりたいという意欲が強い夏希の姿を見て公表を決意した。6月に3歳を迎えた夏希くんは今昔花比べ千本桜で初お目見えする。ファンからのコメントは、いろんな障害があっても表舞台で輝いている人はスポーツ選手はたくさんいますから、同じような境遇の人の励みになればいいですね。小指がなくなっても残りの手は十分に使える。不自由もあると思うが、生まれ持っての個性として成長してほしい。中村獅童さん、3歳児な夏希くん、生まれながら〇〇が欠損と告白で大号泣、中村獅童でした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。